それ働け働け社会人、脇目も振らずに社会人。夫と野望を小脇に抱えて、気なれず背広も恋意に決めたら、失敗ばかりの始末だけれど、見た目は立派な企業人だけど、君たち気をつけよう、いつも誰かにチェックされてる。歓迎会で飲みすぎで、次の日二日酔いで休むやつ、宴会のそれ席順のそれ、心配するよりもそれ、今月のそれ、集金のそれ、残りを気にしようそれ、宴会でそれ、飲みすぎてそれ、救急車で運ばれてそれ、そのくせそれ、給料日それ、税金高いと文句言うな、飲んで歌って忘れちゃいけねえ、会社はキャバレじゃない。入社の早々上司にペコペコムカつくやつならどこにもいるけど、愛想が上手なやつらよりも実力あるのがやがて勝つ。だけどちょいと待って無理するな、飯も食わなきゃ体が持たぬ。おじのブザーが鳴るまでに区切りつけるも実力だ。あの仕事それ、この仕事それ、言われるままに受け付けてそれ、結局それできなくてそれ、先輩などに泣きつくなそれ、忙しくそれ、振る舞ってそれ、大きな声を張り上げてそれ、その割にそれ、はかどらないそれ、これが一番情けない。努力ばかりじゃ評価されない、会社は必修クラブじゃない。それ働け働け社会人、脇目も振らずに社会人それ。